春駒に本の伝統玩具、玩具を参照。角付け芸の一つ。角付けを参照。鹿児島県の郷土菓子、菓子を参照。本校では上記について記述する。信念を表す季語でもある。春駒とは、張り子などで馬の頭の形を作り竹を刺し、果たに車をつけ子供がまたがって遊ぶ玩具。藤原時代の中世の刺繍にすでに春駒のことが、 書かれており、かなり古い玩具と思われるが、常実のような形になったのは、江戸時代と見られている。勝川春英春子が自姉妹同様、吉久のための正月の門付け芸の一つであった。正月にカッコを回り、馬の首の形をしたものを持ったり、また、これにまたがったりして歌い踊ることや、それによって、金銭などを受け取る芸人を指した。古事要言には、 年の初めに馬を作って頭に被って歌い舞うとあった。江戸時代においては否認などに許された物もらいの芸の一つだが正月の祝いとして芸者や役者などによって座敷や舞台でも回われ新年の踊りとしても各地に広まった。由来は白い馬を見て邪気を払う平安時代の宮中の正月行事白馬世知恵にちなんだものと言われる。語源としては 元は春になり、話し飼いにする、馬のことを言う。幕末の武士、内藤なるゆきは、正月の春駒の角付けの様子を以下のように描写している。そのうち新年になった、春駒というものが来る。これは、馬の頭に鈴をつけ、それに手綱をつけてだふりがふり三味線で生やし、それが済むと、ちょっとした芝居き鎖をする。 私のところではこの春駒によく銭をやるので、たびたび来て芸をした。この春駒の中で金三郎といって美男であり、芸も多少優れているものがあった。芸女などは金三金三といって後を追うてよそで芸をするのまで見た。後にこの金三郎が尾上民蔵に認められて本当の役者になり、やがてな城になって市川一十郎と名乗った。 一ノ瀬高橋の春駒、または銅に馬の頭やをつけて、シャミや太鼓で林岩唄を歌い踊る。春駒踊りは民族芸能として、新潟県佐渡地方、山梨県甲州市縁山一ノ瀬高橋などに伝承されている。養蚕の神ともされる。春駒春駒とは、鹿児島県の郷土菓子である。製方は、サラシアン、上新湖、白玉湖、 小麦粉、黒砂糖、白砂糖を混ぜ合わせたものに水を入れてこね上げ、形を10センチメートル程度の円柱状に整えた後に蒸し上げて完成となり、その食感はウイロウに近似している。鹿児島城下新寺新通り町の武士が作ったのが始まりとされており、昔は数十センチメートルほどに長く作られたため、その形状から馬の陰形を指す馬んまらと呼ばれていた。 春駒と呼ばれるようになったのは、この歌詞が献上され、その名称を尋ねられた時に、うまんまらという表現が直接的だったことから、周囲が並行してしまったため、言い換えられたものであるとされており、その時に献上された人物については、当時の島津藩主や行行で、鹿児島を訪れた皇族等、諸説様々な話が伝えられている。ありがとうございます。